休み道場です。こんにちは。こんにちは。はい、今回は前足組手の構えた時の前足の蹴りの一歩手前、やっぱ抱え込みですね、抱え込みの練習をしたいと思います。相手に対して前足でフェイント、プレッシャーっていう風にかけて、相手のことを動かしたり、あと自分が蹴り出すよっていう誘ったりとかっていうような時に抱え込みを、使ったりすると思うんですけど、その時にその場で抱え込むんではなくて、相手にちょっとプレッシャーを与えたいので、前に足がですね、足が前に行くようにした方がいいかと思います。で、足寄せてから1、2だと、でこの状態だとこう寄せた瞬間にパンって詰められてしまうと全くもっても意味がなくなってしまうので、極力膝を上げる、抱え込むタイミングとしては1動作で上げる、もしくは前足すり込んでから上げる時もっていう風に、寄せ足と前足のすり足と後ろ足の寄せ足とってが1、2、3、抱え込むまでに3つ、トミから1、2の時にっていう風に、抱え込みまでのタイミングをちょっと早めた方が何かと効果的なところが多いと思いますので、ちょっとそれの練習をしたいと思います。構えた状態から、まあ、本当に基本的な4動作4挙動で、後ろ足寄せて1、抱え込んで2、下ろして3、戻して4っていうような動きをまずやります。はい、構えて後ろ足寄せます。1、はい、2、上げる、3、4、戻す、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、まあ当たり前ですけど、こう頭の動作ね、あ、高さですね、頭の高さをこうやってやるために、こうやって上下はしない方がいいですね。次、構えた状態から寄せる、1、2、そう、3、4っていうところは頭の高さは基本的に意識してください。はい、反対します。はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、OK です。はい、今度は、今やった4挙動を、2挙動に、まず抱え込みまでで1動作、下ろして2動作にします。後ろ足の寄せと抱え込みを1動作になっていきます。で、下ろす動作と構えに戻るのを一緒に2動作で。まずはこのまま区切って、1、2、3、4、5、6。で、この時こう、体が前後しないようにやってみます。このままですね。その場で、自分の体はその場で足だけ動かすようにします。よし、行きます。はい、よーい。1、まだ。2、下ろす。3、4、5、6。OK。はい、反対。はい、よーい。1、2、3、4、5、6。OK。子供たちの中で多いのは、一生懸命やりすぎちゃって、っていう風に足がピーンって伸びきってしまう、かかとがくっついてる子が結構多いんですよね。じゃなくて、足首、膝関節、股関節の部分は余裕持ってもらいたいですね。あんまこうやって膝伸ばしてかかとつけてではなくて、でこう常に、余裕がある状態で、やっぱ抱え込んで次の動作行くのに対しても、力みがない方が次つながりやすいので、ちょっとそこも意識してください。なのを一緒に、号令かけて連続で一緒にやってみましょう。見てくださってる方も一緒にやってください。はい、行きます。はい、よい、構えて、まずは後ろ寄せて1、2、
3、4ですね。はい、5回いきます。1、待って、2、3、4、 OK。 そしたらこれを1の号令で1、2、1でいきます。よーい、1、2、バンバン、3、上げる、下ろす、早く、4、バンバン、5、バンバン、 OK、反対。はい、まずは区切ります。1、2、3、4、OK。 1の号令で寄せて上げて下ろして戻すまで、上げるのしっかり上げましょう、下ろすの早く。はじめ、待って、1、バンバン、2、3、4、5、 OK。 はい、カメラ反対。はい、次いきます。そしたら今度は、1動作でまずは上げる、2動作で下ろすまでいきます。はい、よーい、はい、1、2、3、4、 OK です。そしたら今度は1動作で上げて下ろすまで、上げて下ろすまでいきます。はい、よーい、1、2、3、4、OK。 はい、構え反対、スイッチ。はい、続けます。また同じく上げて1、2で下ろす。はい、よー、1、2、3、4、 OK です。そしたら今度は1動作で上げて下ろすまで、はい、いきます。1、2、3、4、5、 OK です。後ろ足と抱え込みっていうのを、同時にできると、やっぱ相手に対して攻撃するまでの時間が短くなるので、優位なところが、増えると思います。なのでぜひ練習してみてください。はい、では今回の動画は以上です。コメント、何かこんなことやってほしいっていうのがあれば、こんな練習はどんなことやってんのとか、そういうのを、コメントいただければ極力答えたいと思いますので、答えられるように努力したいと思いますので、どうぞコメントください。本日の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、せーの、バイバーイ、またね。